どうもボボビーーボビーーーアトレザのです、えー、今日はね、えー、12月の18日金曜日です。ね、第108回目のライブ配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレザーのボビーです。大阪のボビー・アトレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。ね、えー、もう週末ですよ。ね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、えー、まあ、えー、ちょっと待ってね。あのー、もう2020年もですね残すところあと何日？<laughs> ね、もうあと2週間切りましたよね。うん、あのー、本当にね。 駆け足のような、まあ特にこのライブ配信をですね、えー、するようになでですね、特にそれを感じます。えー、まあ単純に九月から始めてですね、百、え、八、ー、回目、えー、なんですよね。もう百回超えて、まあまああのー、こんな感じで、えー、ね <laughs>、えー、ご挨拶っていうかさせていただいているんですけども、えー、今日のテーマタイトルはですね、えー、どこか懐かしさを感じる物や人に惹かれます。 というタイトルにしてます。あのー、なんていうんですかねなんかホッとするもんがあるあるのかわからないですけどあのー、なんていうか普段使ってるもんとかでもそうですけども例えばまああこれパッぱて手元があるんでこれカメラですねあのー、なんかキ脚立とかねなんかこうなんですかなんかこう懐かしいっていうか。 これデジカメラなんですけどもなんかこうクラシカルなフレーバーというかなんか懐かしいカメラというかねあの幼い頃にえね家にあったようなのまあデジカメやけどねまあこれもちょっと一世代ぐらい前なんやけどだけどあのちょっかどっかね懐かしさを感じるようなものが好きですね。 うん自動車とかは乗ってないんですけど、あのー、どちらかというとえー、っとですね国産車で言うたらもうずっと好きなのが、えー、スバル360っていう車がずっと好きですね自動車があとまあ外車やったらミニクーバーかなあの古い方ね <laughs> あ,の、うん、あとはあのビートルかなあのワーゲン。 があ,あのまあこれから残りの人生で、えー、自動車を運転する機会があるかどうかは分かりませんけどもね、うん、自転車はあまあ今もママ車に乗ってますけどねパッとちょっとその辺行く程度の本当はですねあのドロップハンドルみたいなこういうやつあるじゃないですかあれが今でも好きですね、うん、今でもあるんか今もうこんな形やろ <laughs> ねまあ、まあそんな感じであとバイクは、うん、バイクはです、ね、今乗ってないですけどね前はアメリカンのバイクで、まあ、中型のバイクなんですけどね、うん、ヤマハの、うん、それ乗ってたんですけどでやっぱりこうちょっとこうレトロなっていうか、うん、まあその中では当時は最新やったけどね、うん、であと 今でもなんか好きなのはあのヤマハの SR っていう国産で言ったらね、うん、ずっと普遍的な形でずっと変わらず、うん、好きですねあとちょっとずつねこうチューンアップしているっていうか、うん、それをまあ自分なりのカスタマイズするのがいいかなと思いますけどねあとまあ,あのホンダの <laughs>、えー、モンキーとかねゴリラとか好きですね昔プラモデルも作りましたね、うん、そういうねちょっとお懐かしさがあるような。 ものが好きですね、うん、まあ、まあ、まあこういうファッションもそうなんですけどあのなんていうのね。今流行りやからこれがいいとかいうも,もちろん色とかそれもねあの目,目には通しますけど自分がこうお所有したいなと思うのは、うん、あ若干あのクラシカルな感じも好きですしね。うん、でなんていうのなんかこう、うん、和むっていうか。うん まあ、ベーシックなものなんでしょうね。うん、で出会う人とかもそうなんですけどあのなんていうのかなこのボビー・アトレザーをね通じてご用意いただく方もそうですけどあの初めましての方ももちろん多いじゃないですか。だけどもな何かね出身も違うし住んでる暮らしてるあのパターンっていうか なんていうのなあの文化も違うしそうやけどどっかにねなんか懐かしさっていうか心を許せるようなあ、そんなようなねえ気持ちをですねえ感じますね。うん、なんかそういう方に惹かれますしなんかなんかほら初めてやのになんかこうどっかで会ったことあるようなっていうかうん、なんかこううまくは言いませんけどねうん、ものとの出会いもそうですしえ人との出会いもそうですし。 うん、やっぱこういうレーザークラフトとか言ったらねもう、えー、僕なんか始まるはるか前からあるうこう職業じゃないですか。でまあそこからねいろいろ枝分かれもあっただろうしで、まあ、僕の場合はもう本当に、えー、一人で、えーね、あの何のつたもなく <laughs> 飛び込んでいた方なんでね、うん、それで、えーねまあ、こういう感じで、えー、少しずつね、えー、お話ししたりとか。 えー、ブログで書きつづったりとかしながらあーなんかこうどう,どうしっていうか,どうなんかこう同じ匂いをする方とに出会うためにこういうことをしてるようななという気がしますしねそれが楽しいですねその時間っていうのがあなんかすごくね楽しいんですねあのこ心をこう踊るというかあの前に向きますとね。 で今もこう朝、ね、からもずっと制作してたんですけど、うん、まああのその方は秋田の方か,かな、うんあのね、僕の行ったこともないところで、ね、あのなんてろうの,お、ね、その普通に生活してたらきっと出会えないかた方だと思いますね。だけどもこうメールでこうやり取りしながらですね ななんかすすごくうホットな気持ちですねその方のために、えー、思ってですね、えー、毎日、えー、コツコツね制作してるんですけどもでなんかあすごくねまあ縁っていうのは不思議なもんやなと思いますね、うん、そういうもんにしかあいろいろありがとうございます坂本さんありがとうございます。こんばんばは えーえー、記念会が見れませんでした。ああいえ、あの百百回記念なんです。<laughs> いや、何をしゃましたら、今日はああゆっくりとした時間です。アメリカンに合いそうです。ねえあ、私はネイキッド乗ってましたが、あ次も乗るときならアメリカンかオフ車がいいな。な、いいですね。うん、あのー、僕もね、なんていうの、あの最初はあのホンダの え何やったかなジャズっていうのが出た時に買おうかなと思いましたね当時まだ原付しか持ってなかったんで、うん、あのハーレンみたいなやつね、うん、あとあのか会,社会社のバイクやったら僕あの BM も好きだしトライアンフかな、うん、もう好きですねあ坂本さんまたねありがとうございます。 モンキーもゴリラも可愛いですよね。うん、若かりし20代前半バイク屋に勤めていた時、あバイク屋に1人で貼ったんですね。うん、モンキーもゴリラも人気ありましたよ。よえー、ゴリラは乗り込んだ方が行きやなってい思いました。レザーと共通点箇所うん。あのゴリラね。僕中学の時に、あのー、あの。 まあ、陸上部やったんですけどね <laughs> あの補欠の補欠の陸上部名ばかりの陸上部やったんですけどそれ、まあ、きっかけもあの <laughs>、えー、スニーカーをね買ってもらったから今ってなんか運動した方がいいなと思って一人ででもできるようなと思って入ったんですけどねあの球技とかも全然あかんしあの格闘技もそんなねあのあの弱々しいし。<laughs> あの <laughs> でそんなんで陸上ブ入った時にそのコンモの先生がですねゴリラ乗ったんですよ。うん、でいいなゴリラ欲しいなと思ってねあのプラモデルを買いましたねあの銀メッキの <laughs> ゴリラの。あとまあモンキーもねああやっぱり今でもねモンキーは人気あるらしいです。あの僕のの同級生ががですね、えー、っとモンキーの125が出てて それ乗ってるんかな今でカスタムしたりとかして楽しんでるみたいなんですけどあのゴリラモンキーの,あの原付きは今でも人気あってすんごい高いんや <laughs> って言ったんでねうんあのモンキーをですねハーレーみたいにしてあのモンキー・ダビッドソンっていうね あのカスタムがあったみたいになんかそういうチューナップしたいなあ思って今例えば僕とかレーザーでなんかほらシートとか作ろう思たら作れるしあのタンクのカバーみたいなのをねレーザーでこうねあのハンドステッチでえこんなこんな感じのねあのいやらワイルドちゃうかな <laughs> 思いますしねかわ愛、えー、くてワイルドな感じも <laughs> ね。うん <laughs> さ今日はありがとうございますいろいろえー、ジャズいいですねマグナのマグナより好きです <laughs> マグナね <laughs> ああそうそうマグナもねああいいですねマグナ、えー、モンキーもゴリラも中高でも高いですもんそうなのにやっぱりね普遍的なものっていうのはあそうなんですよねうんやっぱりふあのね普遍的なものがやっぱ僕やっぱり好きですねうん普遍的なものお時代をこうやっても生き残るものっていうかね、えー まあパンもそうですねただまあ僕の場合はちょっと違ってるのか分かるんないですけど G パンでいうとみんな501を履くわけですよディーバイスのね王道じゃないですか。もちろん501も一時期履いてたけど僕はそのリーとかあーラングラーとかの方が。 選んでたりするちょっと変更なんじゃないけどちょっとそっちのちょっとねで、まあ、リーバイスもあのベルボトムかなビッグベルっていうね684やったかな、うんうん、あのそれはあ何本かね、えー、あのあの古着屋さん行ってね見つけてサイズが合いそうになったらあ必ず買ってますねあのたもう少々お値段高くても、うん、あの買ってますね。うん まあそんんな感じだよね <laughs> ねああ坂本さんありがとうございますす素敵です、ね、自分の製品でカスタム、うん、なんかねそなんか面白そうじゃないですかやっぱりこうお僕らのの所ジョージさんのね、えー、番組とかもね BS の,、ね、の TVer で見るんですけどね、うん、いいですね何かああいうライフワークっていうのは憧れますね、まあ、多分僕らみたいなあの趣味に生きるような <laughs> の人にはたまらないんじゃないですかね。 うん、なんかもうはっきりっも今あの趣味に生きてるようなもんですから人生ね、うん、だから趣味か仕事かなんかもうごちゃ混ぜになってますけどね、うん、けどやっぱ突き詰めてたらそのそのあの心,の心の波動が楽しい方に行くっていうかね、うん、そうしながら行ってるから多分そのこう楽しい方と出会うかもしれませんしあのなんかこう。 なんかクッションでいうあのこういうねこのなんかクッション性っていうかどう言ったらいいのかなこの,ねあの緩んだりこういうねああいう感じの余裕というかうそういうふうなところにね,いいですねえまあまあそんな感じでね今日あのほんまに出会った人の共通点というかねとか好きなものとか。 割とそのちょっと懐かしさとかがあったりするようなそういうフレーバーがあるものねがに僕は惹かれてるなというのを思いましたまあ、多分同じような多分ね同じような心のマインドの方はね多分あのボビアとレザーの同士になりますね。うん、ねなんか分かかってくれるかなう感じはします <laughs> だけどまあまああのー、今のねあのー、今の方で言ったらひょっとしたらね、えー、鈴木のあの刀とかねああいうふうな方が僕らからしたらもあ,あのー、現役でそのままわあすごい革新的ながあるかもし,しれんけどおそれがクラシカルな感じでいい、えー、なっていう若い子のそういう視点もあるかもしれませんしね。うんあのー、アニメで言ったら「アキラのバイク」あるじゃないですか赤いの。ねあれが やっぱりこうええなという思う方もいると思いますしねいまだに SFX とかが僕はもう好きなんででも最新よりもちょっとあのレトロなというかあのよく出るのがね「ウルトラマン」とかね好きなんで、えー、価,格価格特送隊のビートルとかのデザインはもうなんか和むんですよねあと「ウルトラホーク1号」とかね「セブン」のね うん、あとまあ僕とかでもリアルタイムで見てたのがあの「帰ってきたウルトラマン」でね「帰りマンっていう」っていうで、まあ、通称ね「ジャック」とか言われてますけどね「あの帰ってきたウルトラマン」とか「エース」とかねあの辺の,あのミニカーとかをね持ってましたけどね <laughs> だけどおい,ろんないろいろ見ててやっぱり本格的な感じがしたのは「あウルトラケー隊ター」でしたね「セブン」のね <laughs> ポインターはいまだにかっこいいなと思いますしね。うん あの車のね多分この話についていってる方は昭和のね30年代40年代ですねに燃えとなった方だと思いますねあ,ああいう当時の映画とか見てもねなんかなんかあの初めて見ててもなん,かなんか景色が懐かしかったりとかねそうですね特にこの冬の時期にいつも思い出すのですね「<laughs> 三丁目の夕日」という映画なんですけどねこれぐらいの時に当時見に行ってあの。 ボロ泣きしましたけどね <laughs>。なんかちょっとあのその当時には僕は生まれてないんですけど、あのなんか懐かしいようなこうなんとも言えんなんか映画見てたらその中のおその山頂目の街中で暮らしてる住人の一人になったようなあそんな気持ちになったりとかね、えー、そんないう,う感じになりますね。うん。だからあの古いのがいいというよりもおなんかそのその時のこう なんか分からんけど心がひだがこう揺れるというかね、うん、そんな感じですねはいあ,すみませんありがとうございますねえー「趣味に生きる、えー、のって、えー、す,ごすごいし、えー、素敵ですね」そういう方の話を聞いてると元気になるし前向きなパワーがー補充されますあなるほどね僕なんかもほんまにね あのね、あのこ今こうやって,やって、ね、配信したりなんかしてるでしょ。えっ、ー、とねもうボビー・アトレーザーの始めた頃もね、まあ、こんなのなかったし、まあ、はなんかこう発信する方法もすらあのなんかなんか何をどうしたらいいか分からいんだけどね、うん、いつか、ね、こういう感じであのなんていうのなこういう形で出会いたかったな今ありますし坂本さんのねこういう感じで、ね、こういう交流が今持って,てるわけじゃないですか。 あ三丁目の夕日、えー、私も生まれてないけど昭和の,人情の時代をそれが本当にね感じ、あのー、ましたねそれが古き良き時代なんのかもしれませんし、うん、求めているものかもしれませんしやっぱりね今もねあの僕も実家に帰って今、ね、今年は特に、えー、この状況なんで会,会うには会えんしね、うん自分の 大事な方が亡くなった時もね今年は帰れずじまいやったんでねうんまあそんな感じでねいろいろありますけどふっとねその頃の食べた連れて行ってもろて食べたお好み焼きの味とかたこ焼きの味とかあとその僕らが小豆島っていうところなんですけどねそこのね醤油の町なんですよ。 醤油の匂いっていうかねあの醤油うゆ蔵の匂いっていう何とも言えんあの、ね、香りがするんですねもうフレーバーっていうか <laughs>、うん、そ,れそれとかあそういう風とかいろんなことをねふっと思い出しますね。と、うんまあ、ここに、ね、いる時間長いんであれですけどお海がね常にそばにあったところにいたのでね、えー、あの海の海の 匂いっていうか塩の匂いよりもね、えー、おあのなんていうのなあのフェリーとかああいうふうながつくあのオイルの油の匂いいうんかなあの港の匂いあ,あっちがねなんか懐かしかった懐かしい気持ちになるし、うんあのーね、ふとこと今もこうしゃみながら水中浴染に今もうないんかな今水中浴船でね水中浴船に昔乗ってね、えー ふらふらしてたふあこうもやもやとかね今思ったら船湯をしてたんでしょうね乗ってしたようなえなんかね気持ちが思い出されますねうんまあそんな感じでね今日はあね週末のガザガマさんがですねこうやってなんて言うの海外から <laughs> あの南半球だっけね <laughs> け <laughs> からこうやってあのコメントを頂い,いて。 非常に僕も充実したあ配信ができ,るできました。ね。まあそんな感じで、えーね、また、えー、よく週末をですね、えー、お過ごしください。それでは、えー、ボビーでした。じゃあね。バーイ